皆さんこんにちは。奈良市の取り組みやイベントを楽しく伝える奈良市ニュースです。昨年 JFL に昇格したサッカークラブ奈良クラブですが、1年目の成績は年間総合順位で16チーム中7位となりました。残念ながら J リーグへの昇格は来年以降に持ち越されましたが、観客数は伸び、チームの応援の輪が広がっています。11月25日に奈良クラブの矢部 GM と岡山選手、桜井選手が2015年 JFL シーズン終了の報告に奈良市役所に来られました。私本当に初めてのシーズンで有料、はいはい、有料化しましたからね、それも初めてだったので、有料にしてこれだけ入るっていうのはすごいですよね。そうですね、おかげさまで、まあ、その中でチラシ配りをしたりとか、ボランティアの方とかサポーターの皆さんも協力してくださって。奈良市内だけじゃないですもんね、王子行ったり橿原行ったりね、いろんなところで農名会社でいうと100回以上はもう今年だけでも、チラシ配りとか、何や言うてもこの池のピッチピッチピッチコンディション本当にありがとうございます。いや相手チームからこの奈良の河野池の芝もすごいな、あそこまで言うところは、はい、もう J リーグ並みでも、前まではちょっと芝が悪いからとか言いようにして芝良くなってね、結果出せなかったのも申し訳ないぐらい、あのピッチは最高です。良かったです。今年 J リーグ上がれずにすいませんでした。前向いてもう来季に向けて絶対に上がりますんで、もうこのオフから僕もっともっと練習します、頑張ります。だからもう一度応援よろしくお願いします。 JFL の来シーズンは3月からスタートします。12月23日には奈良クラブの選手も参加するエンジョイスポーツ大作戦2015を開催します。奈良クラブの選手とリフティングや PK など楽しい企画が盛りだくさんです。ぜひお越しください。続いての話題です。毎月奈良市が発行している奈良市民だより、お読みいただいているでしょうか。今月12月号の特集はこちら、奈良市のふるさと納税についてです。今回はこの中から奈良市のふるさと納税お礼の品、申し込みの多い人気ベスト3をご紹介します。まずは第3位、奈良ホテルのフレンチフルコースランチ券2人分です。優雅な雰囲気漂う奈良ホテルで本格的なフレンチをお楽しみいただけます。続いて第2位はまほろば大仏プリンです。上質な素材で人気のプリン、6個セットでお届けします。そして第1位は奈良県生まれのブランドいちごコトカです。糖度が非常に高く、酸味とのバランスも抜群です。この他にも魅力的なお礼の品を市民だよりでご紹介しています。ふるさと納税について詳しくはふるさとチョイス奈良市で検索をお願いします。12月5日から11日までの奈良市の主な行事予定はご覧の通りです。12月5日に JR 奈良駅の東口駅前広場で奈良町中市場商店街の一品市を開催します。商店街のお店が自慢の一品を持って大集合します。奈良市ホームページでは出店者インタビューも公開中です。ぜひ会場にお越しください。以上、奈良市ニュースでした。奈良市ニュースは毎週金曜日に公開しています。来週もお楽しみに。奈良市ニュース、チャンネル登録よろしくお願いします。ふるさと納税もよろしくお願いします。来年は J リーグ上がるぞ上がるぞ。